ンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、ボルツさんに行ってまいりました。こちらのお店は辛さが選べるカレー屋さんとして元祖のお店とも言われております。辛さ何倍とかいう言い方が、ここのお店からだとも言われている、そんなお店となっております。そして辛いカレーももう一大一世風靡を起こしたと言われております。そんなね、老舗のカレーいただいてきたんでご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらがボルツさんのメニュー表。カレーの種類は10種類以上で、軸となる具材がチキン、ビーフ、アサリ、エビ、ベーコンの5種類。それに各種トマト、野菜、卵を足していくスタイルで、トッピングの方の追加もできます。そして辛さの方は30倍まで注文できて、それぞれ分かりやすく説明書きがされているので目安にしましょう。本日はビーフと野菜の5倍をチョイス。見た目でわかる具材のモリモリ感もさることながら、スプーンの方ですくってみてもビーフや野菜たち。ライスの方が足りるか心配ですが、本日もいただきます。まずはそのカレーのソースの方から。一口食べるとキリッとした辛味、スパイス感で本日もうまし。ビーフの方も一つずつ大きくカットされており、野菜のアクセントと一緒にいただくと最高。そして早々とカレーのソースの方をライスの方に盛り付けていくと、具材の全てがあらわになるので、そちらの方が食べやすく、香りの方もまた一気に立ち込めるので食欲も増殖。程よい大きさにカットされたキャベツ、人参、ピーマンなどの方もあり、トロトロに溶けた玉ねぎも見え隠れ、ピーマンやキャベツの硬さが秀逸。そして後半には卓上にあった福神漬けやアチャールの方をライスに盛り付け、シャキシャキ感や酸味の方をプラスしていろいろ味わっていく。個人的には玉ねぎのヨーグルト漬けのマイルドにしてくれる感じや食感のシャキシャキ感がたまりません。そして辛みが足りない方には生の唐辛子もいただけるので、こちらはそのまま行くとかなり辛くなるので、何かと一緒に行くのがおすすめ。辛いもの好きや辛いカレーが好きな方には絶対おすすめの1店舗。もう少し辛めでもいけたかも。本日も満腹ごちそうさまでした。サラサラタイプでキリッとしてます。スパイス感もさることながら、やっぱりサラサラカレーなので、食べやすくですね、具材の旨味とかも出てくる、そんなカレーとなっておりました。あの人気店のムーミンというお店があるんですけども、そちらの、流れを汲んでいるとも言われている、そんなお店となっております。かなり昔に一世風靡されたということで、お店の方は近くの会社の方だったりとかが結構サクサクとスタンドカレーのような使い方で、食べに来られて、もう食べてすぐ帰るといったそんなお店なんですけども、内装は、喫茶店のような感じになってまして、広いテーブルの方もあるといった感じでございます。もう辛さがね、30倍まで選べて、分かりやすく説明もされております。個人的にはやっぱり今回5倍を選んだんですけども、キリッと辛めで、もうちょっと辛くしてもいいかなといった感じですね。でもしっかりと辛さも感じれました。玉ねぎとヨーグルトのやつついてくるんですけども、それがね、またカレーといいまろやかさだったりとか、スパイス感も演出してくれて、玉ねぎの食感もあって、おすすめなので、ちょっとね、多めにかけて食べるのがいいと思います。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。